家族の状態っていうか、そういうのをこう内側に見つめていく目線みたいな、そういう効果は、まあ、この素材にあるかなと思ってて。パラフィンワックスの家に閉じ込められた食器、そこから見えてくるものは現代の家族。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は彫刻家飯島桃代。女子美術大学で学び、現代日本の形を表現し続ける期待の彫刻家。一番最初、その家族というよりか家の形みたいな方に興味があったんですけども、本木のもともと米軍住宅だったところが1982年に日本に返還されて、ただの野原になったんですね。で、私その時に生まれても子供の時は、なぜ他のところはあんなに建物が建っているのに、ここだけもう白爪草に覆われてるような野原なんだろうっていう、何か変だぞみたいな、なんかそういう違和感みたいのが最初にあって、でその後こう家がバーッと建っていくんですけど、なんかそれで最初家に興味があったんですね。まあ食器なんかこうね、大事に扱うものですから、それがこう割られてるっていうのは一つの暴力性を感じるっておっしゃる方もいて、で私自体は制作するときに特別な感情的なものっていうような作品には なくて、もう少しこう客観的に捉えているんですね。なので、まあ、切り出すときに何が見えるかわからないとか、そういうのをまあ楽しみながら見つけていくみたいな感じでは制作してるんですけど、冷たいけどどこか温かい、見えるようで見えない家族。食器ってこれお父さんのお茶碗とか、子供のお茶碗とか、おじいちゃんのお茶碗とか、なんかそういうその人を示す記号みたいな、そういうふうに私は茶碗を捉えてて、なんかそういう最小単位っていうのをどこまで細かくしていくのかっていうか、いけるのかっていうか、なんかそういうような疑問とかがまあ面白いかなと思って。個人から家族、家族から社会、そして再び個人へ、そんな飯島桃代のブレイク前夜。まあ、ちょっとその家族と記憶から、家族と社会の関係にまあ興味が移行しているかなっていうのがあって、なんかその個人個人と家族のそのつながりみたいな、でその家族のつながりと社会のつながりみたいな、なんかそういう連動性みたいのをテーマに考えていこうかなと思ってます。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト加茂明のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。